ちょい、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 いや、ちょい、ちょい、いや、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、皆さん、ちょっと待って、今びっくりした。今ね、6時10分なんだけど、6時になった瞬間、突然、キンプリが YouTube 動画を上げたんだけど、ちょっと待って、もう一回見ていい？もう一回見ていい？ライブ、ライブが決定、ライブが決定、ちょっと待って、見よう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 、もう一回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 。3はい、ちょっと CM 保険の窓口の CM 来たわ。はいはいはい、ラブライフ、うーわ、リセンスのやつやん。しかもこれやばい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 、ラブライフライブ、あー、ちょっと待ってこれライブだよね。待って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 、ライブだよね。ちょっと待って、はあ、いや待って、やばい、みんなみんな聞いた、キンプリの、待って、これライブが決まったってことだよね。ライブ DVD もう一回発売とかじゃないよね。待って待って、概要欄とか何か書いてある？書いてない。ラブライフライブ、ラビンユー踊るように人生を、いや、やばやばな、ちょっと待って、いやいや、別に今までの動画でさ、いやこれは確実にキンプリライフ、違う違うなんだけど、ラブライフライブでしょうとか言ってたけど、ちょっとこれ、うわ、公式が発表すると違う。ちょっと待って、やばいって、これマジでキンプリライブ決定。しかもさ、キンプリのね、ツイッターとインスタのアイコン見てもらったら分かると思うんだけど、ラブレなんか吐きそうな、ちょっとちょっと興奮が、興奮やばすぎてやばい。でね、アイコン見てもらうと分かるんだけど、今まで3つしか光りなかったものが4つになってんのよ。ちょっと待って、やばくないですかこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、これインスタの投稿、なんかね、 YouTube 投稿されて、 Twitter 投稿されて、インスタ投稿されてって感じなんだけど、全部一緒なのかな。ちょっと待って、マジでびっくりした。あ、そうだね、インスタも一緒、全部完全に一緒だね。ツイッターもインスタも YouTube もストーリーも一緒。うん、ストーリーもラブライフライブに決まりましたよっていうことは、これはもうライブやり、ライブやりますよってことだよね。まだでも、そっか、ライブやりますよとは言ってないのか。ん、ライブやるよね。ちょっと待って、やばくない？インスタ見てみよう、みんなの、うーわー、公式、ちょっとごめん、やばすぎる、やばすぎる。ツイッターだってもう今3万、今だってあれだよ、投稿してたったの13分で 3.7 万いいね、3000リツイート、間違えた、3万リツ、2万リツイート、待ってましたとかさ。あ、でもあれだね、今そのリプラ見て思ったんだけど、ラブライフライブ、ラブラブライフライブの下がラビンユー、ハッシュタグ踊るように人生を、毎回これさ、踊るように人生をの後のちっちゃい丸がさ、ハッシュタグに反映されてないの可愛いよな。で、一番最後のハッシュタグが何も埋まってないのよ。これどういうことなんだろうね。ラビンユーは新曲、踊るように人生をも新曲、なんだろうね、次何月何日ライブ開始ってことかな。うわー、やーば、ごめん、やばいしか声が出ない。しかもちょうど俺ね、配信、ポコチャで配信してたんだけど、アイプロミス流してたのよ。アイプロミスを流しながら配信したからさ、もうより高まったよね。聞いて、アイプロミス聞いてる最中にライブ決定、
わ、いつなんだろうこれ。今までのライブ発表は2ヶ月前とか3ヶ月前にあるっていう噂だから、4月5月に来るのかな。うわ、逆バレンタインじゃん。もう2月14日は女性から男性のプレゼントっていう文化あるじゃん。もしかしてキンプリって女性？違うね。うん、待って、やばい、ほんと、あの、なんだろうね。そして前回いろいろ動画にしてたんだけど、キンプリの、ごめんね、髪型なんか緊張しちゃうと髪の毛こうわーって興奮するとこうなっちゃうんだよね。今までの、あの検証じゃないわ、あのいろいろ動画出してきたんだけど、キンプリのアイコンが水色、青、紫、赤色に変わったってことはそういうことだよね。なんだっけ、あの東京ドーム、大阪の京セラドーム、名古屋の名古屋ドーム、あともう一個なんだっけ、福岡のペイペイドームでしょ。この4つでライブがあるっていうことだよね。で、あとなんかそのこのなんだっけ、この4つの光、4つの色っていうのは都道府県の国旗っていう噂がめちゃめちゃあるし、なんならもうそれじゃないのってものがあるんだけど、もう一個噂として、この4つのさ、ギザギザあるじゃん、このギザギザが北海道の、あのなんだっけ、都道府県のその国旗じゃないな、なんだ、どうだからあの県の地図だったら県地図じゃないね、ちょっとほんとごめんなさい、県の国旗じゃなくて、あ、県の旗だったら県旗でしょ、北海道の旗だったら道旗かな、道の旗とギザギザが同じだから北海道公園もあるんじゃないのっていう噂があるのよ。なんか北海道だけ待遇すごいね、北海道がオーラスっていうことなのかな、そういうこと？そういうこと？北海道がオーラスだから北海道だけ豪華的な感じ、ひゃー最高かよ。ちょっと待って、チョコ食べよう、チョコ、ゴディバのチョコもらってん、ちょ、はい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 、あのファンの方からゴディバのおチョコをいただきました。ちょっといただきます。一回ちょっとキンプリからのバレンタインいただきましょう。キンプリからのバレンタインじゃねえわこれは。待って、見て、みんな見て、ほら髪の毛落ちた、拾ってなかった、ほら見えないね、ちょっと待って、ちょ、一回落ち着こう、みんな落ち着いて、一回、ほんと、たかがライブ、たかがじゃないのよ、もうライブなんて、もう、ちょ待って、ゴディバ全然蓋開かない、ほんと捨ててやろうかこれ、捨てませんよ、はぁ、あ、今だってそうだよ、キンプリが日本のツイッターのトレンド載ってるもん、そんぐらい大根、開かない、もういい、後でにします。はい、ということで皆さん、キンプリのライブが決定しましたと思います。決定したよね、これで違ったら違うことある？いや、そんなことないよね、まあ、ライブだと思いますので皆さん楽しみにしておきましょう。はい、ということでごめんなさい、興奮したまま撮影しちゃったので髪の毛引っ張ったままですが、次の発表を皆さんで楽しく待ってみましょう。ということで今日のザリガラでした。楽しみだみんな。バイ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 バ